石壁208年。邪魔する者に容赦はしない。俺がこの城取ったぞ。このまま朽ち果てるか。焼き払え。すべての始まりは184年に遡る。五冠末期、朝廷の力は衰え、至る所で天災が起こり、民衆は嘆き苦しんでいた。さらにこれまで時代の陰に潜んでいた野心家たちが続々と姿を現し、陰謀と戦火が混沌とした時代を席巻した。この時理想を胸に抱いた英傑たちもまた中国各地から歴史の表舞台へと躍り出たのである。激しく世が移り変わっていく中で、とある天命の申し子が今や歴史の闇に葬り去られたある物語を紡いでいた。
私が道を切り開きましたぞ。Thank you.
無人の前に立つ、いい度胸だ。足手まといにはなりません。オイラもいつかでっかい人間になるんだ。足手まといにはなりません。